今回の動画は、独力でシャーシを生徒できるよう自分用に動画を回したものですが、特に初心者の方には参考になる情報が含まれているかもしれませんので、了承を得た上で、当チャンネルで配信することにいたしました。今回の内容については、自分で習得できていない部分が、たくさんあるため、質問に答えられない場合がありますこと、あらかじめご了承いただければと思います。無断での引用、転用はお控えいただきたいですが、基本的なルール、マナーを守っていただければ、快くね、承諾させていただきたいと思いますので、お気軽にお声掛けいただければと思います。それでは本編をお楽しみください。あ、そんなにジャブジャブしていいんですね。あ、全然。で、小手目の中に入ると良くないって言うんだけど、うん、組み終えて、うん、しっかり小手目を乾かしてやれば、はい、揮発するんで大丈夫なんで、この手のやつは大丈夫。下手に吹いちゃうと、接点復活剤で抵抗になって、逆に、どこのやつだったかな、一回接点復活剤吹いて、動きがすごい重くなっちゃうとか、うん、コースのドライの設定が復活剤。僕らはコテメはもう傷んだら交換。どういう状態が良くてどういう状態があるんですか。動く分にはいいってことですか。あのね、動く分にはいいっていうか、うん、こんな風に今のやつは田中君笑いすぎでしょ。動かんでしょ。そのいいと悪いの差を見たいな。ちょっと貸して。いや、全く動かないけど。これ今までそんな使い倒したサーボギアじゃん。これこの間ここで買って新品で組んだやつよ。新品なんですか。新品。これ宗くんのやつだよ。はい、私の。こんだけスルスル動きますよと。はいはいはい。ここなあの割る必要もないぐらい綺麗に動いてるわ。うん。どういう風？あれ？え？めっちゃ頑張ってるじゃないですか。めっちゃ力入れんと。もうここでロック。そうだから、本当だ、すげえ。ゴミなんだよ。ここに買ってすぐなんですよね。そう、パイロットが通ります。これ宗くんのやつはこんだけシャカシャカ綺麗。はいはいはい。これこの間これもだから力入れんというかパイロットが曲がるぐらい動かない。これ実際にあのサーボモーターが切ってくれます。この硬さ、サーボモーターを入れると一応動くのは原則として低いギアから回していくんで、一応、回すは回す。あ、そっかそっか。そう、ステアリング側から回す、逆からだから、うん、さらに辛いんですね。そう、面白い。取ったことないですよ。たぶん宗くんバラしたら自分で組めないと思う。はい。だからこういうふうに、まあ、順を追ってバラしていったときに、はい、このシャフトが入るこう穴があるわけよ。今言ってみりゃ、なんていうの、こういうとことか、こういうシャフトがとにかくはまる穴、うん、なんならこっちにこう点々点って開いてる穴がシャフトがはまる穴なんだけど、はい、こいつが割れてるだけで保持力って落ちるんだよ。一番頑張らにゃいかんところで、ってなる。そこで逃げちゃうから曲がってこないっていうのが、こういうところで一つ原因になってたりもするの。さっきのバラさないで側でカシャカシャ動かすだけじゃ分かんないですか。分かんない。あ、負荷かかってないから、でブログに書いてた4番ギアがよく飛ぶよっていうのはここのギア1,2,3,4 4番ギア、こいつがストレスかかると、はい、ターンってギアが飛ぶんで、ここをメタルに変える。でこの間僕が壊れたのは出入り久しぶりだったんだけど、3番ギアのここが飛んだの。あ、うん、あれ4番こっちに金色になってる、これが4番ですか。これ4です。へえ。これはもうバラすんだったら、今持ってるんだったら変えた方がいいけど、持ってないんで買います。今売ってるかな。
売ってりゃ買ってついでにつけた方がいい、はいはい、それがいいですね。へえで、いやもうこれ本当動画にしとかないと僕次自分でできないです。あかんやつは、はい、こう持ち上げた時に、うん、ここで止まるギアがね。あギアとシャフトのこのスルスル感ですね。でこれ4番ねあるよってあります。はい。でこれもあかんやつは止まっちゃう。でこの子が3番、はい、この子が2番、でこの子が1番で、ここで見とかなきゃいけないのが、はい、ここのシャフトが折る、うん、ここの付け根、はい、ここにクラックが入ってると曲がんねえぞっていう症状がよく起きる。あでも一応穴は正常なので、でここまで来たら、うわ全然わかんねえ順番。わかんねえでしょ。あじゃあ何百通りをやりゃいいですね。やばいっすね。したら一回シャフトきれいに拭いて、はい、拭いたら必ずスルスルになるようにフッ素コートみたいな感じでシャフトは必ずきれいにしてよ。あギアの刃は今から見るもんで、はい、いいけどとりあえずそしたら、まあ、ここにもケリーを塗っておく。あ川田の、うん、ケリーって書いてあるでしょ。本当だ、うん、こいつが、うん、昔からお気に入りで必ずこうキングピンだろうがシャフトだろうが。あキングピンもすか。キングピンもへえ。でこっちから1番2番3番4番なんだけど、ああそう言ってくれたら今わかんねえぜって言ったけど、これ実は番号が振ってあって、あもうだんだん見えなくなるあれですね。ここに1って書いてあって、でここに2って書いてあって、えここのホールに2って書いてある。あったあったあった、はいはいはい。でここのホールに3って書いてあって、うん、でこいつが4ってちっちゃく書いてある。こっちから見ると分かるけどここのホールに4って書いてある。あまだ見えます、うん、こうしたら、うん、必ずバラしたらこいつらの刃当たりも一回きれいに確認して、はい、変なゴミ噛んでねえかなとか、うん、洗う前に必ず一回一通り見る。あブシュッとやる前に見るんですか。そうほ、うんとにうちの連中がこういう状態になった時は隣に椅子持ってきて座らせて、うん、次からは自分でやるんだよっていうのを。なんか動画回してるぐらいですね。でここも必ず、うん、プラスチックを犯さない、うん、はいはいはい、はい、クリーナーを使って DC9 が大丈夫ですからね。はい。DC9 ってさ、微妙？基板洗うの微妙だよね。基板。なんか表彰はそれでいいって言ったらしいんだけど、専門品じゃないもんね。これ一応基板用だから、基板用があるなら基板用を使った方がいい。これなんか徳島駅伝で他のパーツクリーナーとか。あ、そうか。そのさっき説明してもらった基板用のやつだったら樹脂全然大事だから、こういう洗浄もそれにしちゃえばいい。だからこれはプラスチック部品にも安心って書いてあるんで、うん、センサー、コネクタ、だから何？ポテンションメーターとかこの辺もしっかり乾燥させてやれば大丈夫なんですね。うん。これはここに用途書いてある。各種電気、電子機器のプリント基板やコネクタ、各種アッセンブリーパーツ、うん、ピンジャックだもんね、コネクタ的なやつね、ソケット類の洗浄、自動車のコネクタ類、ハーネス、バッテリーターミナル、フューズボックス、センサー類の洗浄って書いてあるんで。
分基本的に油汚れを取っていくものなので、これでさっきの順番にこれ4番ね、1,2,3、最初から雲もう入ってた。あーでもそっかそっか、あーあーなるほど。でこれこうやって抜けてくるんで、シャフトは基本的に、はいはい、これ1番ね。さっきコートハケで塗ったじゃないですかこれ、うん、触って大丈夫なんですか。大丈夫、基本的に塗るとアホほどスルスルになるので、オーバーホールでメンテナンスするときは必ずこういう作業をしてやると気持ちよく車が動くようになる。で1番内側に入れたら、はい、こっち側の短いシャフトに入れたら、うん、2番を次のシャフトに入れて、ちっちゃい歯車が上向きなんですね。そうで3番を入れますと、うん、ここにね、うん、この時点でちゃんと動くかどうかを、うん、綺麗に回るね。でさっきなんか買った、あれ何でしたっけ、メタルサーボギア、どっちがいいですか。いや、買った方がいい。メタル、あ、買った方がいい。4番はかけないから、メタルサーボギア。これ、ちょっと待って、これのメタル版を、はいはい、もうま、メタルサーボギア終わったら、よし、メタル買ってきます。4番までギアを組んだ状態で、はい、金属、4番が金属ですね。金属、はい、そしたらこいつが、この子の名前がサーボセイバーの名前なんだけど、人によっては、うん、あのシムをかませて、うんうん、そのスプリングのテンションをより多くかけてやることによって、うんうんうん、保持力が増すというか、そういうことする人もいる。手がかじかむぜ冬には辛い作業で、ちゃんと、うん、さっきよりも、はい、もうシャフトをきれいにした分引っかかりが一切なく、今スル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 きれいにしてやると、あとはいい思いができる。さっきの動かなかったやつって、うん、その金属にして動かなくなったんですか。違う、あ、そういうことじゃないですね。こいつが動かないやつなんだけど、うん、もう検証したんだけど、はい、3番のギア、ほう、こいつの多分ここだと思うんだけど、はい、2番と3番の、うん、3番のこのギアの取りが浅い、へえ、うん、ギアが入らない。彫りが浅いというか歯がでかいのか、はあはあはあ、ああだからあんまり噛み合ってないんだ、うん、なるほど。これで組んで、それで組み上がりですか、うん、お、動いてる、うん、ああ、おお、軸方向にはそれなりに動いていいんですね。あのね、うんと、うん、なんていうんだろう、実写でいうところの LSD のシム調整だとか、うん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 、ああいう感じでシムを詰めてバカを取る人もいるけど、結局、うん、遊びがないと逃げどころがなくなるので、うん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 、いろんなところが痛むよっていうのにつながっていくので、はいはい、どうするかな、調子悪い方組んどく、やめましょう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 僕調子悪い方組んで良くなったよって言われたらそうですねっていう自信があるんでやめときましょう新品のシャーシーを使うんだけど、はい